宇宙をさすらう旅人も、時には重い荷を下ろし、束の間の休みを取る。心にわずかばかりの癒しを売るために。映画？そう、今大人気のラブロマンスよ。ほら、全銀河が泣いたってあれ。ラブロマンスね。これ今日で終わりなの。一緒に行きましょうよ、ゆっくん。え、俺と？いいでしょ、勤務はもう終わったんだし、たまには息抜きしなくちゃ。バルジ隊長みたいにガチガチの堅物になっちゃうわよ、なんてね。そうだな。大丈夫ですか？すみません。あの、どうかしましたか？それが、私の大事な家族がどこかへ行ってしまって。ご家族が？ええ、どこへ行ってしまったんだ。ちょっと、大丈夫ですか？しっかりしてください。猫ですか？その飼い猫がデステニー駅で迷子に？ええ、ちょっと目を離した隙にどこかに行ってしまって、妻を亡くし、息子たちもすでに巣立って、私の長い人生で最後に残った大事な家族なんです。この老いぼれに幸せを運んでくれた幸運の猫ですよ。幸運の猫。この子を置いてこのまま旅は続けられない。わかりました。俺がその猫を探します。ゆうきくん？任せてください。ありがとうございます。ありがとう。安請け合いしちゃって大丈夫なの？これも SDF の大事な任務の一つだ。もう勤務時間は終わったのに。とはいうものの、さて、どこに行ったんだこの子。今度こそ俺の勝ちだ。もうやめといたら。今日のデイビッド、隙がないわよ。ギャンブラーは潮時が肝心だぞ。そうそう、まったくだ。うるせえ。50上乗せた。負けた方が勝った正体の列車を洗うって約束忘れんじゃねえぞ。こっちは忘れたいぜ。俺も降りた。キム、頼むわよ。デビットの50にもう100レイスだ。無理か。なんだこいつ。わかったよ。コール。いつか罰か。あのワンペア。どうだ。よし。二のワンペア。よっしゃ。お前さん付き及ぶ子猫ちゃん。あれ。あらら。よし、もう一勝負だ。君、あの映画を見たんだ。
面白かった？もうそんなこと言って。あ、何？あ、見かけた？ええ、その猫ならついさっきプラットフォームの方へ歩いていきましたけど。ありがとう、キリアン。第12番ホーム、異常ありません。了解。もうすぐ805号の発車時刻よ。気を緩めないでね。はい。ああ、早く勤務時間終わらないかな。こら、隊長に聞かれたらどうするの。はい。とにも。あら？あ、猫ちゃん。かわいい。迷子かな。あなたどこから来たの？あいつのとこにいた子もこんな子だったよね。私にも抱かせてください。あ、私も。あ、見て、尻尾ふさふさしてる。あ、ほんとだ。あ、貸して。いい子だね。ほんとおとなしいね。どこから来たのかな。たまには顔を出すかな。ああ、いた。あ、ゆきさん。あ、待て。あ、そっち入ったわ。 あの駆け込み乗車はいけませんよ。もう。さあ、おいで。よし、これであのおじいさんも。あ、こら、待ちなさい。くそ、あと一歩だったのに。うそ、やばい。行っちゃったわね。はい。そんな。もう許さない。あの性悪猫、今度見つけたら絶対逃がさないんだから。やめてください。やっぱり。ユウキさん、ルイさん、どうしたんですか？私に任せて。もう逃がさないわよ。いい子だから、こっちに来なさい。あ、そのまま、そのまま動かないで。あ、うわ。あ、こら、ゆうきくん、追いかけるわよ。ちょっと、その、ゆうきさん、あの、その、ゆうきさんたら、そんなとこ。あの、そんなんじゃ、ごめん。ちょっと。いい。何やってんのよ。何怒ってるんだよ。こら、やめろってな。うるさい。うわ。このポクネージ。うわ。その猫ならさっきミルクあげたわよ。いい飲みっぷりだったわね。
さっき抱っこしちゃった。すぐに行っちゃったけど可愛かった。ほんと肉球がプニプニしてて。そうそう、プニプニ。なんだなんだお前たち、あの猫探してたのか。いや、やっぱ癒されるね猫ってのは。なあ、もうどこに行ったのよ。まったく人のことバカにして。あのおじいさんが乗る列車の発車時刻まであと1時間早く見つけなくっちゃ。こうなったら見つかりませんでした、ごめんなさいって謝ったら。そんなことできるわけないだろ。冗談に決まってるでしょ。だよな、ごめんごめん。でもどうして、ゆうきくん、猫一匹のためにどうしてそこまで。そりゃ乗客のために働くのが SDF の任務だからに決まってるだろ。はいはい。っていうか、なんかよくわかるんだおじいさんの気持ち。おじいさんの気持ち。周太郎って言うんだけどさ、俺が小さい頃からずっと一緒で、やっぱり家族の一員なんだ。それに家族を失うのは辛いことだよ。だから絶対に連れ戻してあげたいんだ。ゆうきくん。で、これじゃあ任務とか関係ないか。 SDF 失格だな俺。もう仕方ないな。え、分かったわよ。こうなったら最後まで付き合ってあげる。ルイ、ありがとう。でどうするの。このままじゃキリがないわよ。さすがだな、ロレンス。もっと強くならねばならん。もっと強ければ雪隊長を救えたかもしれないか。ところで、あいつはどうだ。あいつ、雪学ぶか。まだまだだよ。ひよこが大空を飛ぼうと羽をジタバタさせている感じだな。だが、あいつを見ているとと思うことがある。あいつならいつか父親を超えることができるかもしれないとな。そうか。次はレベル5だ。よし、腕が鳴る。別に付き合えとは言っていない。相変わらずだな。勘弁してくださいよ。結城さんは僕を何でもできる便利屋かなんかだと思ってるでしょう。頼むよキリア、こんなこと頼めるのお前だけなんだ。そりゃ駅のセンサーの感度を上げて条件を絞り込めば引っかかるかもしれませんけど、バレたら大目玉ですよ。文句言ってないでさっさとやる。責任は俺が取る。いや、そんなカッコつけなくても。ああ、もうわかりましたよ、わかりました。まったく、猫探しに管理局のメインコンピューターを担ぎ出すなんてね。
ちょっと待って、なんでこんなところにいるんだ。なんでもいいから早く行きましょう。よしよし、確かに喉を撫でると気持ちよいみたいだな。隊長、その、なんだ、これは猫の乗客、いや、乗客の飼い猫と思われたからな。これも SDF の任務の一環だ。主、キャットフードはこれがおすすめだそうだ。ありがとうございました。なんとお礼を言えばいいか。いえ、俺は何も。でもよかったです。まったく人騒がせの子ね。もう勝手にいなくなっちゃダメよ。かわいい。変な一日だったな。そうね、でもたまにはいいんじゃない。映画、ごめん、もう終わっちゃったかな。ううん、映画に行くよりよっぽど面白かったわ。幸せを呼ぶ猫か。お、なんか言った。ううん、なんでもない。ほら、もっと気合い入れて。ピカピカにしてくれよ。腰が入ってないわよ。集中できないよね。そこも汚れてる。お前はいつだってそうだ。管理局の設備をまるで私物のように扱いよって。嘘、信じらんない。本当なのそれ。私の分析の結果 100% 間違いないわ。なかなかやるわね彼。ほんと意外だな。なんか笑っちゃうよね。かわいそうよ、そんなこと言っちゃ。人は幸せを求めて旅に出る。だが求めるものはすぐそばにあるのかもしれない。
嵐が近づいていた。様々な運命をも巻き込む新たなる嵐が。龍和分岐点付近の次元断層、依然不安定な状態です。カペラ星系およびプロシオン星系方面完全閉鎖。スピカ小隊、ヘフェウス小隊より応援要請です。シリウス小隊、直ちに出場せよ。ビッグマン、出場位置へ。上昇フロート固定確認。エネルギー正常、ボイラー内圧力上昇、シリンダーへの閉鎖弁オープン。委員会までゼロ人。委員会の接続。接続。システム、オールグリーン。ビッグワン、発進。次元断層の事故って。なーに、今度もすぐに収まるさ。前方15宇宙キロに所属不明の小型艇。小型艇、武器反応ありません。形状からすると救命艇のようです。救命艇だって。識別不能の信号を発信していますが、こちらの通信には何も。あ、生命反応を感知しました。放ってはおけんな。救助作業に当たるぞ。了解。あなたはクルージングしてたら変な信号をキャッチしたので、ちょっと様子を見に来たんだけど、エンジンがやられちゃって。エンジンが。そうですか、大変でしたね。でもこんなところで SDF に会えるなんて、やっぱり神様っているのね。ねえ、途中まで私を送ってくださる？ええ、ルーア分岐点の近くでよければ。よかった、ありがとう。はあ、この人どこかで。ゆうきくん、どうした？これ。女の子。命に別状はありません。じきに目が覚めると思います。でもどうして一人で。あの辺りで事故があったなんて報告も受けてないし、一体何が。意識が戻らないことには何もわからないわね。どうですか。ああ、どうやらお前さんの言う通りだ。こいつはこの宇宙のどこにもない方だよ。やはりそうですか。それ以上綺麗になるつもりですか。そりゃ罪だな。どうです、仕事の後に食堂車でお食事でも。遠慮しておくわ。
お仲間たちに恨まれそうだから。あっちゃ、あいつら。じゃあまたの機会に。こちらアリアビーナス、目標を確認しました。やはり推測通りです。ですが確保には失敗。目標は現在シリウス正体の砲火にあります。そうか。何ですって？あの子がこの宇宙の人間じゃない？どういうことですか隊長？確かに俺も信じられなかった。だが彼女の乗っていた小型艇の機体やエンジンの設計理念は明らかにこの宇宙のものとは違う。その材質も大半は我々の知らない未知の物質だ。いや、1年前ただ一度だけ遭遇したことがある。まさか。アルフォート軍、あれも別宇宙の宇宙艇だった。別宇宙。私、名前はフレルって言います。出身は第13銀河系マグヌス星系の惑星ファートムです。あのファートムという星はこの宇宙には存在しないんだよ。どういうことですか？実はそんな、それじゃあみんなは、私、友達と一緒にアマール星系を回る旅行をしてたんです。けれど、強力な磁気嵐に巻き込まれて。君だけでも助かってよかったよ。でも私一人ぼっちで。俺たちがついてるよ。大丈夫、俺たちが何とかしてあげるから。そうよ、安心して。ええ、フレルさん。ああ、自己紹介がまだだったね。俺、結城学ぶ。よろしく。結城？うん、そう、結城。結城って、結城わたるの結城？結城わたるって、もしかして。結城わたる。父さんを知っているのか？結城さん！ごめん。聞いただけ。大人たちが話してるのを聞いただけだから。じゃあ父さんはフレルの宇宙に生きているのか？現場にご到着だぜ。ようやくの到着ね。送ってくれて助かったわ。宇宙艇も直してくれるなんて、 SDF って優しいのね。いえ、あの仕事の邪魔になるから私はこれで。ありがとう、結城学くん。はい。ああいうのが好みなんだ、結城くん。え？何怒ってるんだよ。別に怒ってなんかいません。何ですって？どういうことですか？
遭難者を連行しろとは。どういうことですか？遭難者を連行しろとは。遭難者って、フレロ？君たちの報告によると、その少女は別宇宙からの来訪者だそうですね。だとすると、早急にあちらの宇宙の情報を入手しなければ。情報ですか？我々にとって、別宇宙は未知の存在なのです。君もアルフォート軍との戦闘を忘れてはいないでしょう。1年前、我々の宇宙へ侵略してきたアルフォート軍。あの時は幸いにも撃退することができましたが。いつ再び新たな敵が攻撃してこないとも限りません。我々にとって情報は必要不可欠です。ですが、まだあの子は心身ともにショックが残っています。直ちにデスティニーに連れて行くのは。これは上の命令です。ならば東堂司令と直に話を。これはさらに上からの命令ですよ。君たちは命令通りにしていればいいんです。わかりましたね。どういうことだ、フーバー。私の許可なく、シリウス正体を任務から外すとは。特務情報部にそんな権限はないはずだ。もちろん私の権限では、管理局上層部の指示に従ったまでです。何？東堂司令、これは銀河鉄道全体の問題なのです。どうするんですか？命令は命令だ、けどな。隊長。私、どうなるの？君は、このビッグワンの乗客だ。乗客を守るのが、SDF の任務だよ。SDF？ ああ。新たな次元断層、発生。何ですって？全くのイレギュラー、かなりの規模の断層です。721号が次元断層に引き寄せられています。ビッグワン、急速発進。電磁ワイヤーだ。はい、電磁ワイヤー発射。721号キャッチしました。こちらもキャッチに成功。牽引開始します。721号の滑落止まりました。お見事。俺たちがついてるか。バルジ、ビッグワンの救助に。ダメです。今動いたら721号も巻き込まれてしまいます。とにかく火を消せ。爆発するぞ。ダメだ、出力が上がらない。このままでは断層に吸い込まれてしまいます。大丈夫か、フレル。学ぶ、
次元断層、空間歪曲率 85% を超えました。これじゃあ次元の歪みでビッグワンが砕けちまうぞ。くそ、データ通信、何このプログラム。それを使えば次元の壁を越えて向こう側の宇宙に出られるはずよ。あくまで理論上の話だけど。アリア・ヴィーナスさん、どうしてあなたが。冗談じゃねえぞ、向こう側の宇宙だと。もっと SPG の言葉を信じて。 SPG？ 君は。私は元 SPG の隊員、アリア・ヴィーナス。今は特務情報部に所属していて、頻発する次元断層の原因について調査しているの。特務情報部、元 SPG って。それじゃあ生きる希望を捨てないで。きっとそれを守るも願っているわ。守る兄さん。あの時の。はい、プログラムダウンロード。今は賭けを、同じく銀河鉄道を守る者の誇りに。はい。ありがとう。これでよかったのよね。180度解凍しました。バカな、何をする。バルジ、犬死にする気か。いや、俺たちは決して死なない。乗客を守るのが SDF の任務だ。ここで死ぬわけにはいかない。バルジ、コスモマトリックス砲スタンバイ。コスモマトリックス砲スタンバイ。ビッグワン、フロントフェイスオープン。コスモマトリックス砲発射準備。メインバレル固定確認。動力回路、コスモマトリックス砲に接続。エネルギー充填開始。コスモコンデンサー1番から8番まで直結。ターゲットスコープオン。発射システム、メイン回路接続。接続。ニュートリノ粒子収束率 120% へ上昇。コスモボイラー圧力200、臨界点突破まであと50。トリガーロック解除。総員対ショック防御。コスモマトリックス砲発射。発射。次元断層収まりました。ビッグワンの反応ありません。ビッグワンが消えた。シリウス正体が。なんてことだ。運命はもう見えない。シリウス正体、ビッグワン消失。完全に反応が消えました。 SDF 緊急シグナルにも全く反応ありません。超高感度次元センサー反応なし。その他いかなるセンサーでも捉えることができません。みんな、みんなどこに行っちゃったんでしょうか。ビッグワンの捜索範囲を拡大する。エリア6まで。その必要はありません。なんだと。たかが1正体のことで、これ以上管理局が動くわけにはいきませんよ。上層部の決定です。
そんな、シリウス正体のみんなはきっと生きています。きっと。捜索中止？嘘でしょ？隊長、何を考えているの？管理局は。撤収する。ですが、命令は命令だ。管理局の決定は核の通りです。下がりなさい。運命の糸は断ち切られた。その行方は、もう。どうやら生きてるみたいだな、俺たち。フレル、フレル、大丈夫か？おいおい、水位のどこにも空間軌道がないぜ。ルイ、空間座標を確認。ダメです。観測図と全く照合できません。管理局とも連絡が取れません。無軌道走行モード、行こう。了解。座標も照合できない、通信も取れない、おまけに空間軌道もないなんて。こりゃ本当に別の宇宙に来ちまったってことか？おそらく。隊長、これからどうするんですか？とりあえずフレルを故郷の星まで届けなくてはな。全てはそれからだ。でも私、ここがどこだかわからなくて、私の星がどこにあるかも。心配しなくていいよ、なんとかなるさ。うん。なかなか内圧が上がらないな。もっとゆっくり修理ができればな。文句を言わずに手を動かせ。はい。もっとうまいもの食べたいわね。いらないなら俺が食うぜ。やあよ。正体不明の戦闘機多数接近。なに？あんな小型機がワープだと。生命反応はありません。おそらく無人機と思われます。コスモバルカン走車。ユキ、三式空間流三弾発射用意。了解。
撃撃墜。出力 50% に低下。このままじゃ持ちません。やむをえん、あの星に着陸する。あの星？惑星のデータ。大気の成分に問題はありません。表面は液状の物質で覆われています。陸地はおよそ 3%。 3%？ それじゃあほとんど海ばかりじゃないか。着陸なんて無理だよな。なーに、いざとなれば緊急バリュートでプカプカ浮かぶさ。汽車が船の真似なんてちょっとオツだぜ。なあフルル。そうかな。なんだ。まさか海が襲ってきた。いえ違います、海じゃありません。これは巨大な生命体です。嘘だろ。デビット回避急げ、離脱する。なんだ、アンカーを撃ち込まれた。前方の浮遊物から射出されています。人がいるのか。なんか知らんが助かったぜ。人がいるならビッグワンの修理もなんとかなるってもんだ。我々は怪しいものじゃない。ちっ、なんて歓迎だよ。ほほう、別の宇宙から。なるほど。道理で見たこともない機体だ。しかし、だからといってお主らが、悪しき者どもではないことにはならぬのでは。確かに、そこはおっしゃる通りかもしれませんが。信じてください。お願いします。その子のことは、信じよう。確かに惑星ファートムはこの宇宙に存在する。それにお主らの話も嘘ではあるまい。我々を騙すつもりならもっとマシな嘘をつくだろうって。信用していただきありがとうございました。だがこの星からは早く出て行ってほしい。その子のふるさとの座標がわかる星図が欲しいのなら与えよう。もっとも大まかなデータしかないがな。我らは外部との接触が極端に少ないのだ。
この星、惑星マレーはよそ者を忌み嫌うのでな。我々は惑星マレーを外敵から守る。それが遥か昔にこの星に流れ着いた我らの先祖とこの星とで作り上げられたルール。それによって惑星マレーは我々に生活の糧を与えてくれる。そう、我々と星とは助け合って生きている共同体なのだ。共同体ゆえにマレーが認めぬ、いわば外敵を長く留めておくわけにはいかぬ。分かってくれるな？分かりました。修理が終わり次第出発します。すまんな。助け合って生きる。修理できるのはいいけど、いい加減腹減ったな。無駄口叩いていると余計に腹が減るぞ。あの、私にも何かお手伝いをさせてください。何でもやりますから。あ、いや、それを運ぶんですね。任せて。いいよフレル、気を使わなくて。ここは俺たちだけで十分だから。でも私。いいからいいから、子供はそこらで遊んだら。ええ、しっかり運べよ。分かってるよ。よいしょよいしょよいしょ。どうしたんだい？何かみんなのお手伝いすることないかなって。でも邪魔みたい。なんだそんなことか。フレルは気にしなくても。そんなの嫌。みんな頑張ってるのに。この星の人たちだって助け合ってるのに、私だけ何もしてない。フレル、私だってマナブたちの役に立ちたい。お父さんやお母さんもいつも言ってたもん。自分のやれることはちゃんとやりなさいって。あれは、またあいつらか。何者なんですか？わからぬ。最近この辺りの星を荒らし回っている連中だ。心配せんでもよい。ここは安全だ。このままじゃ島の人たちが。俺も言われたよフレル、父さんに自分のやれることをやれって。行くぞ。遅いぞマノブ。すいません。ワン発進。今度はそう簡単にはいかないぜ。今のうちに。ドリスキー発進します。ダリキー発進します。
スが多すぎだぜ。行くんだ。また壊されてたまるか出ろ。迎撃が間に合わない。守ってくれたの。サンキュー、助かったぜ。ユキ、全訪問、一斉操車準備。了解。発射。どうやら認めたようだな、お主らを仲間だと。だとしたら光栄です。うん、さてそろそろ出発しますか。やだデビットったら。しゃあねえだろ、腰とら腹ペコだし。それにこんなにうまそうな匂いしてちゃうな。本当だ、ビッグワン。お、こりゃあ、なんだなんだ、なんかいい匂い。あ、ちょうどよかった、今呼びに行こうと思ってたの。フレル、これ全部君が。うん、島の人から食べ物いっぱいもらったし、厨房の機械も使いやすくて。けどすげえな、フレル、お前天才だぜ。これくらいなら私だって。料理はお父さんやお母さんも褒めてくれたし。フレル、なるほど。ではフレル。はい。今日から君をビッグワンの臨時コック長に任命する。え、私が。よろしく頼んだぞ、コック長。もう我慢できない。さあ食べましょう。いただきます。あれ、ご飯はちゃんと手を洗ってから。はーい。これがこの宇宙の空間座標だ。ここが惑星マレー、そしてここがフレルの故郷、惑星ファートムがある宙域だ。細かいデータは今のところわからないけど、とにかくこの方角に突き進めばたどり着くんだろう。よかったな、フレル。うん、皆さんあれを。あ、綺麗。本当。味の真似してくれるじゃないか。ねえ、学ぶ。学ぶのお父さんってどんな人だったの？立派な父さんだった。俺の憧れだよ。ごめんね。私がもっと結城渉について知っていれば。大丈夫さ。もしかしたらこの宇宙のどこかに父さんが。新たな旅が始まる。その行く手にどんな運命が待ち受けているのか、まだ誰も知らない。